こんにちは、デリッシュキッチンです。アスコの提供で樽チキマフィンバーガーのご紹介です。アスパラ1本は下3分の1の皮を剥き、根元を切り落として縦に4等分にし細切りにします。耐熱容器に入れてふんわりとラップをし、 600W のレンジで1分加熱して粗熱を取りましょう。ゆで卵2個はフォークなどで潰し、アスパラを加えてマヨネーズ大さじ4、塩コショウ少々を加えて混ぜ合わせます。ポン酢大さじ1に唐揚げ4個をくぐらせておきましょう。長熟イングリッシュマフィン2個を用意し、半分に割ります。手でくるくる回しながら割るときれいに割れます。トースターで縁にこんがリングができるまで焼きましょう。仮餅で美味しいですよ。有塩バター 10g を塗り、グリーンリーフと唐揚げをのせ、アスパラタルタルソースをかけてマフィンで挟んだら完成です。応募券を集めて素敵な商品が当たる春のキャンペーンを実施中。詳しくは「パスコ春のキャンペーン」で検索。ぜひお試しください。